まるでそびえ立つ塔だな。ハニーフィルへようこそ、旅人。ホロファーナス・メイヤーズドルフだ。こっちは息子のバーニー、フランクリン、ヒューゴ。ふん、リコ・メイヤーズドルフは親戚か。はあ、一番下の息子だ。家業を捨てて都会での成功を求めて出て行った。なぜだ、あいつを知ってるのか。まあ、あった。だが来た理由はそれじゃない。掲示板に張り出した件だ。ミツバチの亡霊だよ。うちの巣箱を荒らしてるんだ。分かっているはずだ。ミツバチの亡霊とやらは存在しない怪物。おそらく勇気の仕業だ。何か見た者はいないのか。俺が見た。巣箱を掃除してたら人の悲鳴が聞こえたんだ。蜂の大群に襲われたみたいに叫んでた。駆けつけた時にはもう死んでいたよ。刺し傷はなかった。凍傷みたいに。唇は青くて髪に霜がついていた。周りに蜂の死骸が落ちてたよ。その死んだ農民だが、死体はどうした。見てみたい。遅かったな。もう何日か前に埋葬したよ。亡霊が出た現場を見せてくれるか。行こう、ついてきてくれ。こちらへどうぞ。なぜミツバチの亡霊だなんて思ったんだ。養蜂家の迷信だよ。蜂蜜の管理を誤ると亡霊が現れるんだ。そいつは巣箱を壊し蜂を殺す。この高貴な生き物を下劣な目的に使わせないように。商売敵に蜂をけしかけたんだろう。違う、父は最近レダニア軍と契約したんだ。ではニルフガードの亡霊だ。ここで亡霊が農民を殺したんだ。霜で覆われてる。霊気で蜂が死んだんだ。地下乾いて黒ずんでる。何日か経ってるな。ここで農民が死んだんだな。ミツバチの亡霊は大足だな。手がかりは一通り手に入ったの。しかも体が重そうだ。痕跡は水中に続いている。この水たまりの中に何かがいるとは思えぬが、向こう岸に痕跡が続いているか見てみよう。ここからは入れない。別の入り口を探そう。鍵がかかってる。鍵ならここにある。父がバーニーのために建て始めたんだが資金が尽きたんだ。それ以来放置されている。巣箱を壊した亡霊の隠れ家にはうってつけだな。中を見てくる。家に帰って扉にかんぬきをかけろ。何が出てくるかわからん。
ミツバチの亡霊はワイルドハントの猟犬だった。そんな、ワイルドハントは猟犬も連れてるのか。2週間くらい前の夜中に目が覚めた時、ワイルドハントが空をかけていくのを見たんだ。その時に猟犬がはぐれたんだろう。戻れなくて空き家に隠れたんだ。被った損失は戻らないが、もう猟犬が巣箱を壊すことはない。ありがとう、ウィッチャー。やっぱり専門家を雇うのが一番だな。はあ、みんな今日は上がれ。明日は大変だぞ。猟犬に壊された巣箱を作り直さないとな。働いても働いても。こいつを見ろよ。